緑カミキリクローライドラムビライドはカミキリムシの一種である。細長い体つきで緑色の金属光沢を持つ。ただし生息地域によって色に違いも見られる。細長い体つきのカミキリムシ。体長は12から22ミリメートル。全身が小緑色から国力色で強い金属光沢があり、さらに全境では多少とも尺動色が加わる。 触角と、ふわしは黒い色で、体の仮面は、絹のような光沢が乗る。ただし地域による変異や、個体変異もあり、北海道では、尺動色がかったものが見られ、薬島では、青緑色の個体がある。頭部には、小中線にはっきりした溝があり、また頭頂部には、シワがある。触角は、糸状で体長よりやや長く、柄節は短くて太く、 第三節の半分よりやや短く、また第三節は第四節より長い。前胸は円筒状で背面には多数の横地輪があり、また側面には円錐形の突起が一体ある。前肢は細長く、左右の円はほぼ平行になっているが、その先端はおののが丸くなっている。それぞれの前肢の背面には不明瞭な2本の縦あばらがあり。 また縮んだようなシワが一面にある。ふわしは細長く、中でも後ろ足は特に細長くなっており、そのもも節の端が前肢の後端を越える。後ろ足の形節はもも節とほぼ同じくらいに長く、かつ扁平になっている。中足では、節の第一節は、第二、第三節を合わせたものより長く、後ろ足では第一節がさらに長く、第二、 第3節の計の2倍を超える。日本では北海道から九州までの日本本土と、それにレブン島、リシリ島、沖、津島、行き、種ヶ島、薬島から知られ、国外では千島、カラフト、朝鮮、中国から知られる。平地からは鉱山帯の新葉樹林域まで広く生息している。普通種のカミキリムシである。 成虫が出現するのは4から8月で、栗やのりうつぎ、うつぎなどの花に訪れ、また紅葉樹の伐採木や焚き木などにも集まる。幼虫はそれらの材を食べ、また椎茸の穂だけも幼虫の餌として利用される。孵化した幼虫は樹皮の下の層を食べ進み、虫粉を外に出し、成熟すると材に潜り込んで溶化し、翌年4月に孵化する。本種は当初は、 リオッティム・ビライド・トムソンの学名で記載され、その後現在の族に移されたものである。本種を含む青髪切り族には複数の族があり、いずれも青緑色の退職をしており、日本には複数種がある。その多くは本種より大型で幅広い体格をしている。ただし、南西諸島には大島緑ミ切リクローラダイロムルナムや、 薬師島緑上霧しい黒沢へなどの類似した種がある。ただしこれらはかつては別族とされたもので、現在は同族とするものの、それでも亜族の段階で分けられており、その違いとしては本種の後足。節の第一節が特に長い点が挙げられる。幼虫が椎茸の穂だけに加害することがある。菌脂が蔓延した木につくことは少なく、新穂だけが加害を受ける。 特に樹皮の薄い木が加害を受けやすい。以下、種として、石井他編、P1229。ただし、ここでは、細青紙切りという和名をとっている。AB 大林、新里編長 P471、ハット ABC 鈴木、P53、梅谷、岡田編、P298 以下、梅谷、岡田編、P298。ありがとうございます。